皆さんこんにちは。いやいやいや、ということでね、今日もやっていきます。本日の翔平ということで、4打数2安打、素晴らしき19号ホームラン、そしてまあ1打点ですね。で、1盗塁ストールペースということで、今季盗塁が2桁になりましたということでね、まあ翔平はまあいいとしてね、エンゼルス4対8で、3連敗、6連勝から3連敗ということで、逆またスイープをやられてしまいまして、って感じですね。で、明日、翔平がね投げますので、まあ、明日勝つのと、まあ、あと明日から、エンゼルススタジアムですか、それでまあ観客動員がフルキャパになるということでね、それの初戦ということの、まあある意味ちゃんとしたこう元通りの観客数での開幕戦に翔平が投げるということで期待。そしてまあ今日は、ね、カニング、5イニング、2失点で、まあワトソン6失点、まあこんな感じですね。でまあ、バツバツバッとダメでしたということで、まあそんな感じですね。でまあいいね、翔平の話からしましょう。まあ今日19号ね、2試合連続ホームランということで、まあ今日はねちょっとこう狙ってた球と違ったんでしょうけどね、まあちょっと出されたけど前にうまくこらえて、まあでもそれでねあんだけ飛ばしてホームランっていうのはねすごいなと思いますしね。まあ泳がされたというよりか、まあ泳がされるまでもまでは行ってないと思うんですよね、こらえてるので。でまあしっかりどっかでこう溜まってそのままね、打てたのかなと思いますけどもね。うん、素晴らしい。だからこういつもの完璧なスイングでのホームランという感じではなかったですね。ただあの状態でもあそこまで運んでいけるっていう素晴らしさで、このところこうね、昨日のなんかもう完璧でしたけどもね、まあ、今日のは何だろう、うまく打ったというかそういう感じですかね。うん、でも2試合連続ということでね、素晴らしい。ただこれがソロホームランっていうところがね残念というか、まあ試合の勝敗にもこう関わってきているのかなっていう気はしますね。そしてもう一個がバントヒット、まあ久々にねこのシフトの方にやったのかなっていう感じですけども、まあそれで今日はマルチ安打ということでね、まあ打率も271まで上がってるという感じですね。で、先ほどもね話した通り、今シーズン10個目の盗塁ということ で、まあ、2桁盗塁ですね。まあ次はこのホームランが、20になるっていうとこなんですけどもね、現在ねホームラン本当に何本打つんだよっていうねアンケート、確か開幕前にやってね、まあばらけたりしたんですけども、まあでもその当初のねこう予想よりはね、もう今っていうのはまた全然違ったね感覚になってると思うんですよね。なのでまた新たにですね、投票してもらえればなと思いますけども、ね、なんで今もまだね7月になってなくて、今19発ですから、まあ今月中には20発は行くだろうっていう考えてね、まあおそらくこう普通に考えたら前半20発だったら、まあ、後半も20で40発だよねっていう風になるんですけども、まあ後半こう疲れとかいろいろ出てきてね、まあペースが落ちてくる場合もあるし、まあその辺は分かんないんですけども、ただ35発っていうのはねもう硬いんじゃないかなっていう風に、なってきましたし、まあ、開幕前の予想だとね30発出ればすごいだろうとか、まあ、35発いったらすごいよね、40発なんてねやばいよねみたいな感じだったんですけど、まあ、今ね予想するとすればね40発をこうやばいよねじゃなくていきそうだよねっていう感覚で、まあ、35発はまあまあで30発はまあ余裕だよねに変わってきてると思うんですよね。だからまあ開幕当初ねどうなるかなっていう、まあ去年のこの怪我からもあってどうなるかなっていう感じでね、
まあ、そのピッチングの方もそうですけども、まあ予想もかなり上回ってきてね、ここまで活躍して、だ誰がオールスターでこう投票ね、今のところ1位っていうのになってますけども、そういう話をこう誰がしてたかっていう話ですね。誰もしてなかったんじゃないかなと。だとりあえず投げられるのかどうなのか大丈夫なのかっていうことだけでね、まあこのオールスターに出るっていうのは誰も予想してなかったんじゃないかなと思いますしね。まあ失礼な話なんですけどね、でも本当に投げられるか分かんないようなね感じだったし、去年からね、いやー素晴らしい。でもうちょっとで20発っていうことで、まあ今月中に20発打って、まあ 2,3 本ね、もう 2,3 本っていうと欲張りかな。ただオールスター前までもう 2,3 本は打ってほしいなと思います。そしてまあね、今日も負けたんですけども、うん、今ね、今日も魔の6回という感じでね、まあ今日なんかもう序盤で4点ね、いきなりこう先制して、でまあ大谷さんのホームランなんかでね、序盤でもう4対0ですよね。でまあ普通に考えればもう今日勝ちじゃんって感じだったんですよ。だけどまあその後ね、点が追加点取れなかったっていうのもあるし、まあ、やっぱりあの魔の6回ですよね。でまあ昨日はね、ヒーニーの球数がもう100いってたっていうことでね、しょうがないんですけども、今日はねカニングはまだ69球とかだったんですよね。だからまだいけたんですよ、球数的には。ただまあなんかどっかが疲れたんだか、なんか球速が落ちたんだかわかんないんですけども、まあ変えるという決断に至ったんですよね。まあそれが完全に裏目に出たと。でまあその前のね、回とかその前とかでこう捉えられてきてるっていうのはまあ感じたんでしょうけどもね、まあ完全にそれがね裏目に出て、まあまたね昨日と同じでオルソンですよね確か。でオルソンが、イグレシアスのところに飛んで、まあ取ったんだけど投げられなかったっていうかね、落としちゃったっていう感じですよねおそらく。だから今日イグレシアスもね、なんか日の光が入ってるとこを助けて取ったりね、自分もなんかおかしな体勢で取ったりとか、まあ、すごいとねプレーしたんですけども、まあそこはねきっちりこう取ったんだから投げてほしかった、それでセーフだったら仕方ないけどねっていう感じで、まああの先頭打者出ちゃってから、まあ昨日もそうですけどもね、そこからまたなんか繋がってやられるというね。でその後のね、最初のタイムリーもショートの横に飛んでったんですよね、チャップマンかな、あれは取れなかったのかなっていうのは思ってて、まあシフトでねサード側にちょっと寄ってたっていうのはあると思うんですけど、まああと打球が速かったのか、ランナーで見えなかったのか分かんないんだけど、なんか全然動かないような感じだったんですよね、イグレシアスが。なんか立ってるだけみたいな。であれそんなにねセンター方向に飛んでってなくてね、真横ぐらいだったイメージだったんだけど、何も動かなかったんで、まあ何なんだろうって思ってね、ちょっと不思議だったんですけども、まああれがこう取れてりゃゲッツーねだったろうし、まあ結果論なんですけどもね、なんかちょっとおかしかったなっていう感じですね。だから結局あの昨日のその系統はねしょうがないにして、まあ先頭をねヒーニーがここで終わりっていうところで、まあ多分球数節約してっていうので打たれたっていうのは昨日だったんですけど、今日はもう完全にまだ投げさせた方が良かったっていう感じですよね、カニングを。結局まあ先発が6回ぐらい投げてくんないと負ける確率が高いんじゃないかなっていう感じですよね。ただね、あんなに点取られるかねっていきなりっていうかね、その1回で、昨日もそうだけども、ね、何してんねんっていうね、昨日もそうですけど、まあ一昨日とかも含めてね、せっかくなんかいい状態でこうね大事な試合を迎えたんだけども、まあいきなしバンディがやらかしいの、昨日もやらかしいの、今日もやらかしいのでね感じですね。まあね、そんなことを言ってでもしょうがないんですけども、今日なんかは完全にね、昨日もそうだけど先制してね、いい感じで先制して負けちゃうってね、どういうことなんだよっていう話ですよ。じゃあどうすりゃいいんだよっていうね、
あとまあ今日そのさっきも言ったんですけど、大谷さんのね前にこうランナーがいなくて、まあソロホームラン、昨日もソロホームランだけど、まあそういうのと、まああとやっぱりちょっとねまたアプトンが打てないかなっていう感じですよね。残塁数見ると、まあ今日はアプトンで、あとウォルシュはねしょうがない、なんか捉えちゃったんですよね、いいプレーで。まあしょうがないのと、あとラガレスかな。もうラガレスはね昨日とかもなんか頑張ってたし、まああれなんですけど、だから総合的にこの3連戦的に言うと、まあアプトンがちょっとまた打てなくなったっていうのと、まあね、レンドンが今ね出てないっていうのとありますけどもね、この3連戦はちょっとっていうね試合でしたね。まあしょうがないです。明日ね大谷さん投げるんで、それだけ楽しみにしてね、今日はまあ焼くだけでも飲んでいきましょうっていうことでね終わりたいと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローお願いしますということでね終わります。